こんにちは。ニュージーランドから来ました、アヌシカ・セイラチと申します。現在、パーフェクト・エンプロイメントで働いています。どうぞよろしくお願いいたします。ロンドンに住んで4年ぐらい経ちますが、今日はその前に住んでた日本の経験を話したいと思っております。実は私は旅館で働いたことがあるんです。1998年、大学2年生の夏休みのことでした。長野で冬のオリンピックがあったときに3ヶ月間、直沢温泉にある旅館で仲居さんの仕事をしていました。この仕事はジェットプログラムを通じて役場で働いていた大学の先輩方からオリンピックのための人材が必要ということで、必要と聞き申し込みました。私が働いた旅館は野沢温泉で老舗の一つのうちの一つです。もし皆さんの中で野沢温泉をよくしている方がいらっしゃったら、旅館栄という旅館です。野沢温泉の中で一番有名なお湯という温泉の隣です。なので、長野オリンピックの時には、北欧のバイアスロンティームマネージャーたちや、外国からお客さんもたくさんいらっしゃいました。まず、旅館の一日について話したい と思います。朝は早起きで、だいたい5時半くらいから朝ごはんを出します。その準備は、テーブルを設定するところ始まります。その後、朝ごはんを出します。これがちょっと大変でした。なぜなら、日帰りメニューがあるからです。朝ごはんは全部で11種類の料理があります。それでも晩ごはんの13種類より少ないんですが、大抵普通のお客さんは3泊するので、メニューは3日のサイクルで変わるようにします。ここで私にとって一番挑戦になったことは、全部のメニューを覚えること。それしかも日本語でです。料理の名前、材料の名前、作り方まで、それは厳しかったです。メニューを暗記したときに、一番困ったことは、メニューに出てくる添えというような言葉。皆さんご存知ですか？例えば、大根のステーキ、柚子味噌添え。辞書には載ってなかったりし、先輩の説明してもらってもう分からなかったし、クックさんに作ったところを見せてもらって、実際に添えるところを見せてもらって、やっと理解することができました。また、ここでの仕事を懐石料理の名前はいろいろ分かるようになりました。2番目の挑戦、そしてとてもつらかったことは、正座をすることでした。この旅館で一番長い働いた女性は私に正座を教えてくれました。これは本当に習わないとできません。習っても大変でしたね。それに、この旅館の正座の先生、は大変厳しくて、正座しながらお盆を持ってなければなりません。これはとても難しかったです。そしてこのお盆の上に皿とグラスが乗っているところを想像してみてください。日本人でも簡単にできるでしょうか。それからもう一つ、旅館で働いたのに必要だった技術。これは今の仕事でも役に立っていますが、カスタマーサービスとお客様第一の考え方です。例えば、お茶の正しい出し方、それから長い間働いて疲れていても笑顔で出ること、そして何よりお客様への対応の仕方など、一つのことだけではなく、いろいろな仕事を一人でしなくてはなりません。こういったことは日本の会社と同じです。今、日本の会社で働いていますが、もちろん何でもやらなければなりません。つまり、何でもやですね。皆さん、わかりますよね。
これらの経験から言えることは、私は旅館で日本のビジネスマナーを学んだような気がします。つまり、日本の温泉はいつもお客様を大切にし、お客様に満足していただき、長いお付き合いをすることに成り立っています。これは日本の伝統的な考え方ですが、イギリスのビジネスにも言えることだと思います。イギリスにもカスタマーサービスはもちろんありますが、イギリスのカスタマーサービスは十分でしょうか？皆さん満足ですか？私はイギリスで長い時間働いていますが、イギリスのカスタマーサービスは決して十分ではないだと思います。もちろんこちらのビジネススタイルにも学ぶところもたくさんありますし、この国に合っているカスタマーサービスなのかもしれません。しかし、日本の旅館の仕事で学んだ人と人のつながりを大事にしていくところを心がけて、カスタマーサービスをすれば、このイギリスでももっと質が高いカスタマーサービスを提供していけるだと思います。以上、どうもありがとうございました。